ルイス VSJ ペア上がってきてください。ロメール DHTA のなかなかいないからね。じゃあ決勝戦ガンガン盛り上がれるようにして頂けますか。もう何でも盛り上がっていいですかね。手と声セットでね上げてください。3本勝負でまいります。決勝戦はじゃあビート聞きましょう。ビートはこちら。こちらのビートで3本勝負になります。じゃあ今日お願いします。じゃあ参りましょう。決勝戦です、うん、盛り上がっていきましょう。先攻が JP、 ここがルイスになります。 DJ チャカ、レッツゲレー。ルイス当たり高かったステージの上でまたセッション。1年ぶりだな、このラップのうまさとお前のラップのうまさ、どっちか上になったがここで決めようか。俺は効果じゃなくて上昇、目の前のお前に吐き出していくバッグ、別にディスなんか必要もない。どっちかラップまたここでも決めよう。その上で実力を己も示そう。としてるでまた俺らは4回も遭遇してる道端。でも右肩上げてくぜ生き方、生き様の前に俺はまずラップ、それだけ見せていくだけのスタンス、間違いはない次もかましな。いや行け、まるで道端、小町小野の小町、これがものの断り分かるってことは俺が勝つってこと明確。またペイバックしてクラブのファミリー、どんだけ酒も飲んだか、これで2人で遊んでいる。このセッションになっちまったらどうしようか。いやいや、モノの断り、二人で遊んでる男友達、だけど俺が優勝しちゃう。だからこいつの実力が元も子もない、ことになっちまうのは当然。だからまるで公園で遊んでる少年のようで、またここ囲んでやっていくだけ、お前はもう囲んで元も子もない状態からまた俺がかましていくだけ。1を100にするじゃなくて0を1にする。痛みをお前は知ってる、これが年を重ねた分。でもそうでもないな、ラッパーとしてどれだけ二人が頑張ったか、それもここで披露っていうの。俺もまた0から1でこの位置に来てるで間違いはねえ。だけど張り合いでやり合いたいだけ、だからでかい面で態度だけ、やり方やってく0から1でもこいつのラップでヘドチャラに立ち回るような感じだぜ。いやそんなのは嘘だよ、笑顔がこぼれちまった。終了です。それでは聞いていきます。先攻ジェンペ、後攻ルイス。というわけで2つ目のトーナメント優勝はルイスです。おめでとうございます。それでは参りましょう。先攻がラブファン、ここがデビッド・ロールで参ります。 DJ チャカ、レッツゲリー。誰が相手でも俺は殺す気、けど大丈夫、かっこいいことは知ってる、だから大丈夫、リスペクトの趣、そして DJ ナイス音抜き。かっけえ主役がいっぱいいる中で忘れちゃいけない、やっぱりラッパーとみんな俺たちが主役なんだぜ。ナイスな音抜き、イルナ VMC がまたまたごぼう抜き、オタクのフェリキル菊一文字、人ともに回った牛三つ時。ワタファン、東京はゲロまみれ、まるで動物園、東京のフレンズチルしようぜ。チルしようぜ、だったら狂言と一緒に3人でマジチルしようぜ。けど騒ぐことがいい動物園、だけど準決勝俺は勝負ず、一番勝負強さを見せるサッカーで培ったもの、これがメンタルなサッカー少年、マイクを握ればラッパー当然。最近の少年たちはみんなそうだ、全国スパーリング MRJ フライデー、パンチが弱すぎ、そこごぼう抜き、頭のない人間は変なニュース、だったら一気に一点、2019ランキング到来、ベビーチェックしろメラ。終了です。それでは聞いていきます。先攻ラムファン、後攻デビッド・ロール、はい、もう一回いきます。先攻ラムファン、高校デビッド・ロンロール、
勝者デビットロールでロンパにも記録してお願いします。季節から高いディープ VS ピーロットデビットロール VS ザ・ラストホープレスレジェンドラムパン VS 巨源の順番ですので、まずはラケラ VS 戦いのビートを聞きましょう。ビートを使ってください。チャカ先生、チャカ先生、あ、ナイス DJ、 これはナイス DJ でしょ。ファラー VS デビットロンロールを受けてのビートはこちら。じゃあジャッキーお願いします。高校でお願いします。じゃあ死にそうです。それでは行きましょう。最後がナギラ、ここがつかだかになります。 DJ チャカ、レッツゲレー。お前ら期待しとけよ。つかだかいがふざけてる時よりポイントリーの時の方がめっちゃかっこいいから。やるんだろうな。後輩がこんだけ振ってんだから、振るだけのバスケやってねえぞ。ああ、デイドリー12時、俺は多分行けないかもしれない、だけど応援はしてる。ベカデがデイドリームで曲作ったんだから、本家大元お前が頑張れよ。いや最初は誰も全然来なくて、いや、あの頃はマジですぐやめようと思ったぜ。でも1年くらい続けてきてようやく気づいたんだよ。みんながデイドリームを待ってくれてるってようやく気づいたんだよ。俺は一人弱い人間だ。だから俺はマイクを握って何か証明したいと思ってる。あの頃は幼稚園小学校ただの鼻だれ、でもできたんだよ、アバターっていう片割れ。言うのこの通り、人間一人で何もできねえ。俺たちはあんま大層な人間じゃねえ。アバターもいるし、うちの仲間のレイカーも DJ はマッセ、派遣くんだって遊びに来てる。一人だけじゃねえってこともちゃんと考えとけよ。昔のことなんてあんま考えじゃねえ。テストは暫定、笑顔は満点、ビアターマチファミリーアイスも好き勝手。魂俺もめっちゃ大好きだぜ。ムカデもいるしレンカもいるしスタッフもみんな大好きだよ。ディアニーキックも好きだしな。でもお前とはなんか境遇が一緒だと思うんだよ。まあその話は後でしようか。なんでもいい、まだまだこの後の人生何があるかわからないけど、これが楽しくたまらねえんだ。俺たちはやっぱりそう、もう一人じゃねえ。だからデイドリームっていうものが命だぜ。終了です。それは聞いていきます。先攻ナギラ、高校つかだかい、勝者つかだかい、折り返しです。デビットロンロール VS ウォッカー上がってきてください。その次の試合がザ・ラストホープレスレジェンド VS ラットになります。じゃあビート聞きましょう。シャカ君ビート聞かせてください。ワイワイ、オリジナルビートです。じゃあジャッキーお願いします。ここで、ではオリジナルビート、チャカのオリジナルビートの上で戦っていただきます。ここがデビットロンロール、ここがウォッカで参ります。 DJ はチャカ、レッツゲッティー。YOアスマルファミリーナイスタセザンギヨーヨープロムアジャンキング徳之島メルトダウン東京のクソガキのケツを叩くザコばっかりだよマジで。しかアトランティスレペゼンスピットするスピリクソの吐きだめも気づけばエデン。雑魚ばっかり渋谷の街も舐められたもんだな。雑魚ばっかりって言ってる割にはお前渋谷で顔も見ねえぞボケが。雑魚ばっかり鉄を叩くことしかできないやつがいる。俺は違うヒップホップ音楽ローカルを繋いで耳をジャック you know? お前の来てなかった東京の現場で2回かましてライブ、それと今日千葉でライブ、 M&M ズみんな来いよマジで、yeah.お前どこにいる？渋谷メルトダウンにも慣れてないやつ、ブンバップもどきは全部丸めてフォーダム。渋谷メルトダウンみたいなあんな情けない姿は見せたかねえんだ。自分自身音楽をやってる、俺も名古屋で DJ 回してきた、それだけしか言うことがない。イベント来いよって言ってる割にはここにはいない、ここはフライデー、そういうイベント楽しむもんだぜ。他のイベントならばここで誘うんじゃねえ、自分の Twitter にやれ。終了です。それでは聞いていきます。先攻デビットロンロール、後攻ウォッカー、勝者デビットロンロールです。ウォッカーに分けなくちゃお願いします。ラストホープレスレジェンド VS ラット上がってきてください。その次の試合が手持ち無沙汰 VS ラムパンになります。ここでじゃあビートいきましょう。ビートはこちらです。チャカ君、ちょっとな
くね。よー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 、じゃあ行きましょう。ラストホープレスレジェンド、ここがラット DJ ジャカレッツキャリー。よ、宿命にとらわれし音楽のゆりかご、ノアの箱舟にも一寸先で乗り遅れる。それでもの表情、言葉乗り遅れはせられず、未来に届けるための音楽、それだけ失ったもの全てを取り戻そうなんて簡単なことは言えねえけれども、弱らしい俺が今日だけは背伸びしてみたら視界が少しだけ広く見えた。間違いねえよ、前は明るくしようぜ。だから言ってそれをヒップホップに広めてんだろ。俺だってそういう感覚だから、それでエレキ交換、そのドアの箱舟は定員オーバー。油断してそれが分かってなければ意味がねえってこと。だから自分なりにラップかましながらホープで立つと、俺もこの人のチャンネル登録者数を見ながら俺もラップしてる。これが毎日よ。確かに俺はファットだから定員オーバーだけど、ファットな音楽が大好きで、それでも愛を語りきれずに、君がいた夏は遠い日の夢の中だった。それだけ考えることは全てダメだったとしても、俺自身が今日ここに生きてるから、お前たちと一緒に遊ぶたび今日は歩いて帰れるだけの先を飲む。じゃあ俺も朝見ながらこのビッツ眺めてるぜ。油断で俺もそんな感覚だから、俺はフリースタイル音源は最終奥義、今日はフライデーイコール僕の夏休み。あーいやだからそんな感覚乗りこなしながらできるってこと分かるかな。さ俺もトラップ乗り、ホープレスさんのチャンネル登録ぜひしてくれよな。音源だ全て全部こいつ生きてるってことだよ。終了です。それでは聞いていきます。先行あーまあいいか、先行ザ・ラストホープレスレジェンド。難しいね、上げるタイミング。ここ